いいか、知ってるのは2人だけだからな、分かってるな。鬼漏らしたら。土日休みやもんだって。おい、ブラックに土日なんかないって言ってるだろ。あ、出た。ほんとだ、さすがサラリーマン。あらら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 らコーヒー1杯500円、給料から天引き。やべえな、誰が買うか、誰が買うかやん。パン1個1000円、パン1個1000円、肉1個5000円、ゾンビ肉だし。コーヒーはあれね、経理部長やない。いいよ、じゃあはい、ポチ。コーヒーは右クリック、タップは長押しで飲めます。え、誰か行った？あ、いた、ソロさん行った、うん、ソロさんも。あ、じゃあソロさん天引きね、はいはいはい、そうそう、もう一個言ってんじゃん、コーヒー破産させられるよえ、ちょっと待って、そんなにいらない何が何個持ってる今10個はい、5000円めっちゃ押してる、クミがめっちゃ押してる、クミがめっちゃ押してる私だけ今日はただ働きかな、これやばやばいね、コーヒー16杯やば、8000円欲しい人、欲しい人、いらない、いらない、それ500円のコーヒーなんていらない。経理部長、お、なんか飲んだ、苦いって言ってる。経理部長、経理部長どこだ、セクハラ経理部長、あ、セクハラ部長か、はい、うん、じゃあコーヒー今ソロさんが持ってるの、じゃあお願いします、うん、じゃあ9で吐く、ほい、お、くれるのか、ありがとう、ごくごく、あー、うまいな。終わり？どけ？お、くれるのか、ありがとう、ごくごく、あー、うまいな。それだけ？お、くれるのか、ごくごく、趣味入っちゃった、うまいなボットやんけ。お、くれるのか、ありがとう、ごくごく、くれるのか、ありがとう、ごくごく、あー、うまいな。お、くれるのか、こういうのなんて言うんだっけ、ありがとう、ごくごく、え、こういうのなんて言うんだっけ、天丼だろうが自分についてそうか、オープニングの伏線ここで来てたのか、なるほどね、おい、あげすぎだろ、え、それだけ、それそもそもコヒハラだよ、コヒハラ10杯あげた、うわ、5000円だ、え、他の中肉とかパンとか欲しがっとる人おらんかった、いいな、あ、でも待って、経理部の部長は、あ、これ、あ、そうか、経理部長か、うん、あと何かあるかな、あ、あとそうだ、会議室開けたければって言ってたもんね。じゃあ、ワツさん。会議室予約せない感じじゃん。ワツさん、じゃあ、ちょっと貸して、それ。俺見ようか。いやいやいや、そうよ。俺、ここに立っとったら、なんか、その画面がポンって出てきて。トモさんがなんか押したときに。あ、こういうことか。ここポチって押せばいいのか。あ、ほんと出てきた。うん。ウィンドウが出てきて、ロボくん、私はパソコンに搭載されたサポートロボです。何をしますか？会議室利用申請書を印刷。プリンター1で印刷します。あ、インクが足りません。あ、プリンター1にインクだって。プリンター1の。なんか、インク言うたよね。インクカートレジがどっかに、あれ誰か持ってなかったっけ、バッセンさんなんかインクがとか言ってる、あ、チェストに入ってた気がする、どこだっけ、どこのチェストは、でそういうのって総務部じゃないの、そういう備品って、あー、なるほどね、まあ、そんなイメージですよね、あれでも総務部ユニフォームしかない、あったあった、あ、どこ、情報システム部にあった、あ、そういうこと か、 そこか、これこれこれ、あー、じゃあソラさん、じゃあ書いて、あっちにプリンター1だって、これ何、吐けばいいのかな、9かな、うん、オッケーオッケー、本当だ、インクカート1、じゃあ改めてこっち印刷、印刷しました、あ、出た、手に入れた、申請書、申請書を誰だったっけ、お姉さんに渡すの、あ、この総務、この人だ、総務のこの人、あ、申請書の作成手順はって言って、じゃあこの人にポイ、うん、あれ、申請書を私に提出してくださいってこの人言ってるよ、え、嘘、あ、本当は申請書を私に提出してください、あ、右クリック、違うな、え、え、出社拒否土日休みやもんだって、おい、ブラックに土日なんかないって言ってるだろ休みだろ、おい、黒髪インクラフトなんだから、もうここはリザライトの件がある、嘘、またじゃあ戦うときに集めてを有利になるやつじゃない、でも取れないんじゃない、マイクさん、え、取れますよ、この隙間、嘘、うわ、よく見つけたねこれうわ、ほんとだ、めっちゃ強いやつ、アイクさん持ってない、それとか戦闘ある、多分このゴーレム社長と戦うんだよ、これ、あ、ゴーレム、あ、あ、え、
怖い、あーやばい、備品壊れた。大丈夫、来月の給料から天引きだ。やばいやばいやばいなかなか大事な備品。いいか、知ってるのは2人だけだからな、分かってるな。ここにもらしたら部長もちょうどよそ見してる。あ、よかったよかった。俺ここにポスター貼ってなかったか。いや貼ってなかったですよ。俺真っ白の壁なんですよこれ。おお来た。ハッピーバースデークミさん、ハッピーバースデークミさん、ハッピーバースデーディアクミさん、あーん、ハッピーバースデークミさん。おめでとうございます。おめでとうございます。ピューパーン、チュルルルルルパーン。すごい、クミさんの誕生日に花火が2発上がった。おめでとう。一発500万円です。500万円、やば。1000万請求します。ムネタライトの分ってありました。なんでそんな見つけるのがうまいの。僕にちゃっかりやるって。え、これはところに、これは気づくな、頑張れば。クミさん、みんなで今隠し用紙を照射中です。何も言えてない。もう一回チャンスあげよう、君に。隠し要素操作中。あれ？隠し要素操作中です。あ、ダイヤ剣。え？お？なんでそれ気づかなかったんだ、それ。隠しでもなんでもないじゃん。隠れてないですけどね。あ、なくなった。ダイヤ剣っていただけでも、クミさんがの光の速度で来ました。クミホイム。さすがクミさん。あ、またダイヤ剣あった。意外と。あれ、あいつ頭いいな。嘘ついたら来ないんだ。ん前なかった。ソーラが来た。呼ばれてた。私はまんまと。ソーラホイホイだったんだ。はい、ということで、前回は集まれなかったんですけれども、今回は見事にログインできたんで、また、このブラック企業から脱出していきたいと思います。よろしく思います。お願いします。お願いします。はい、なんで総合版だとコントローラーでやるの。何、遅いのよ動きが。ほら、俺がどこにいるか分かんないでしょ。視点が視点が遅い。めっちゃ遅い。この人後ろ取ればすごい困るよ。ほらほらほら、困ってる困ってる、ぐるーって回ります。困ってる困ってる、ほら。勝った、完全に勝ったね、完全に勝ったね。この人の謎が解けてない。その人さ、新なんだこれ、カフェイン剤。何、カフェイン剤って俺持ってるよ。え、何ですか。あ、それを入れるんじゃない、コーヒーに。あ、かより強いカフェインにして、なんかおかしくさせちゃうみたいな。そうそう、この経理部長を経理部長、セクハラ経理部長覚醒したらえらいことになんない。なんかもっとすごいことになりそうだけど。これこの人か。この社員に話しかけると、なんかほら、飲み物に溶かして飲むと元気が出るよ。君にもこれをあげようって言ってる。あ、2個なんだ。これをコーヒーに入れなきゃいけなかったんだ。あ、そういうことか。急に話進んだ。投げて、じゃあ、あっちに投げて、そうさ。で、これに合体。あ、合体した。おお。ほら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 、カフェインマシマシコーヒーだって。それを経理部長にあげに行こう。そういうことだ。おー、ちなみにソラさん、普通のコーヒーあげるとどうなるかを、あ、じゃあちょっと持ってくる、あれ経理部長コーヒーこれ高いのよ、このコーヒーも。私ね、前回からもう給料使い果たしちゃったの、コーヒー。そう。コーヒーで。ソラさんがその装置の前に立ったから、俺がボタン連打して、ソラさんにコーヒー10杯、その5000円ソラさん払うことになって。かわいそう。かわいそう。その後、クミも連打して。はい。ぽい。もうくれるのか。ありがとう。ごくごく。あー、うまいなー。お、くれるのか。ありがとう。ごくごく。うっく。なんだか吐き気が。トイレー。あ、トイレ行った。カフェインの取りすぎには注意しましょう。カフェイン取りすぎると吐き気催すの。お、なんか落としてた、落としてた。ふう、助けていただきありがとうございました。あれ、部長が何か落としてますね。だって。本当だ。本当だね、これ。1階倉庫の鍵。
やった。はい、取ったよ。1階倉庫の鍵。1階倉庫行こう。はい、1階。ちょっとトイレにこもってるセクハラ部長を外側から。それはもうホース伸ばしてきて上からズドワーって水かける。いるいるいる。いる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 。やばいな。女子社員がここ入ってくるのやばいな。おい、閉めるな。うえ、おろ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 。やば。おろおろおろ。どんだけ入ってるんですか。すごい入っちゃったね。そこどこだっけ、こっちかな。あ、それここですね。ここここここ。本当だ、うん、そこにくっつくんだ。開いた、どうぞ。お、あとここの奥に丸太が。本当だ、あ、丸太だ。なんか使うんじゃない、丸太。これで川を下って逃げるとか、会社から。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。あ、ダメだ俺。ダメか。じゃあちょっと画面共有でちょっと一本分撮らせてもらうわ、これ。うん、はい、画面共有した。ちょっとワトさん、クミさんのが回線の調子で同じ部屋に入れないみたいなんで、うん、画面共有で今やっております。はい、ソーラさん、アイクさんはいますけど、なんかたまにすごい速さで動き出します、この2人が。え、動いてるよね多分2人は今。今はそうですね。ちょっと10秒ぐらい見てるとすごいチュン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 っていう泥棒モードが。なんかね、統合板がちょっと不具合が今発生してる。うわらら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 。今止まってるね。今止まってる後またチュン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 モード入りますから。来た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 、チュン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 。ああ、何だなんかだるまさんが転んだみたいな。俺も思った今、だるまさんが転んだみたいだった。どっちが鬼なんだこれの時。アイクさんが鬼でソロさんが逃げようとしてる感じがする。逃げようとしてるね。今なんかドライバー持ってるからさ、なんかどっか下の人がなんかウサギに盗聴器仕掛けたみたいな。うんうん、はい。でなんかドライバーで開くよみたいなこと言ってたから、ちょっとそれをやってみるね、ここで。はい、うさぎのぬいぐるみ投げて、ドライバー投げて。父さん今下に行ったんだな。来た、ここって言ったら分かんのかな。俺今あれホーム部、腕利きのホーム部のところに。おお、あらら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 。全然ゲームできんこれ。電池が抜けました、うさぎのぬいぐるみから。あ、来た、あ、来た、本当だ。あ、普通に動きました。普通に動いた。あ、動いてる。あれ動いてる。あ、動いてる、動いてる。あ、なんだ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 。あ、抜け出した。あ、抜け出せた。この電池のせいだったの。あ、そういうこと。それが回電波走る。あ、じゃあワサ入れんじゃない、今回電波走ってるんだな。あ、ほんと。うん、回電波。俺が入ろうとしてたら重くなるじゃない。いやー、薬病神。働き早く。働くって。あ、クミ入れた。あ、クミさん来た。イエーイ。俺あとハンコとノコギリ持ってるよ。そういえばノコギリって丸太ってなんかしそうじゃない。あー、賢い。俺は今このぬいぐるみをズダズダに切り裂こうとしてたところさ。何にも起きなかった。バーケ丸太、ちょっと丸太よ。丸太か、はいはいはい、うん、丸太にノコギリポン、正解。ほら、木材の束だって。木材の束に電池やな。え、発火させんの。なんもならない。なんもならない。ムカつく。ゴミ。あ、ゴミ当番。ゴミが出たら僕にください。回収します。この人になんかいろいろあげてみればいいのかな。関係ない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 。あ？お？ハンコ？あの申請書に印鑑ついた。トモさん。おお、なるほど。あ、そういうことか。申請書に印鑑投げるんだ。あ、間違えた。か。こうだ。自分の反抗した。うん。それで出せばいいって申請。押印済みだって。そういうことか。押印済み。本当だ。そっかそっか。そりゃそうだよね。だってやっぱ事務所のその日本の根幹ですもの。この反抗なんていう悪しき文化は。そう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 。ぽい。え？ダメだ。ダメだ。これを部長のところに持ってて。あ、自分の上長の判断ってこと？お、あ、出た。ほんとだ。さすがサラリーマン。なるほどね。何になったと。あ、申請書押印済み2でいけるんかな。すげえ、ソーラさん。あ、ゴミ回収してくれた。あ、ほんとだ。
出た。ソーラさん。コーヒーを飲んだ紙コップを投げてみた。そしたらなんだってゴミがここにありましたっつって、あ、会議室使用マニュアルここからだ。つながった。やった、ナイスソーラさん。ナイス。じゃあ特別ボーナスで君には来月はうまい棒1本あげるの。うまっ。ブラックすぎる。え、さらに施設管理委員のハンコをもらってください。一番まともな人やろ。そうそうそう、ハンコ頼むわ。お、来た来た来た。あ、はいはい、ハンコね、どうぞ。来た、提出可能って書いてある申請書。すごい。おお、じゃあここに提出します。ぽい、来たー。やったー。会議室の鍵出た出た出た。ダイヤモンドブロック開ける。開いた。おお、すごい。あ、あと社長室の鍵。ぽい。まトントン拍子でいくね。入ります。社長、おお、お金持ってそう。うわー。うわー。クーズダイヤモンドが。うわー。金の延べ棒がすごい。溜め込んどりますな。下もすごい。あらら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 。あ、誰か誰か。あ、とたどりかとたた。あれ、さつながった。三つながった。警報鳴るぞ、警報。リモコンは右クリックは長押しで使える。うわ、押したくねえ、怖えな。何だろう、何かのリモコンと、今手に入ってるのは木の束とリモコンと電池。あ、電池はない。電池、電池投げるじゃん、社長室の。あ、そっか、リモコンに電池入れる。うわ、賢い。マトさん、すごい。これ何のリモコンなの。クミさんが爆発するんや。あ、跳ねる跳ねる跳ねる。おっそ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 。やばい、来てる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 。ええ、あ、待って、ウサギが動いてない。動いた、動いとる。あれやない、あのさ、上のさ、うん、倉庫の、うん、色やない、ボタンの順番。あー、この赤とオレンジと、そうそうそう、ランタンの色なんだ。とかやない。おいおい、ワトさんじゃねえな、この通話相手。ワトさんの弟さんでした。あー、俺だ。ワトでした、ワト。左、右、右、左。赤、青、青、赤、青。うん、あ、まだ勢いおるよ。赤。赤、青、青、赤、青、赤。赤、青、青、赤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 。おお、ほらー、マジかよ、天才。ワトさん、鋭い。天井も何もない。その中に縄ばしもがあると思うんだけど。あ、わかった、この木の束と縄で縄ばしもにするんだ。なるほど、そうだ、そうやね。縄があるんだ、多分どっかに。縄がどっかにある。うん、開いた。え、どこ。嘘、ロープ2本見つけました。ソーラーさん、どこ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 。あ、これか。どれどれ。うわ、これだこれ。ここここ。わー、すごー、よく見れた。ロープ2本見つけた。わー、すごい。え、今日ソーラーさん回かよ。今日気づいたね、これ。ねえ。素晴らしい。これと、やっぱこれで、うん、ロープと。あ、できた、縄ばしもできた。脱出できるんやない。脱出できそう、できそう。これでここにつければいいんじゃない。うわ、あ、ムービーだ。よし、これで下に降りられるぞ。おい、我、何しとるんじゃ、ボゲー。あ、社長だ。これ社長なんや。お前、仕事残ってるのに帰ろうとしてるんちゃうやろな。ええ、同居しとるやないけ。しばいて連れ戻したるわ、ボゲー。これで戦いってことか。強い強い、これ戦うんだ。ああ、もう終わりや。全然弱い、全然弱いです。もうこんなに剣があれば弱いです。あと一撃です、どうぞ。社長、社長、座った。クソ、お前よくも。もうええ、お前なんかクビや、二度と戻ってくんな。ちょ、上等だ。こんなブラックな会社辞めた方がマシだ。あばよ。お、なんか随分男らしくなったな。ふう、はしご降りて帰ろう。切るな。あ、降りれますね。あ、降りれた降りれた降りれた。おー、クリアか。コングラチュレーション、アンドハッピーバースデー。ハッピーバースデー、クミさん。ハッピーバースデー脱出です、クミさんので。終わりに。ああ、帰るだけだったはずが会社辞めちゃった。でもよく考えれば今の会社に居続ける意味ってなんだろう。残業は多いし、社長は殴ってくるし、給料はくれないし、給料くれない、ハラスメントだらけだし、冷静に考えたらなんでこんなところにいたんだ。今後のことはこれから考えればいいや。なんかすっきりした。みんなはやばいと思ったらすぐ辞めような。おしまい。面白いね。ナイクさんは何してる。おい、社長好き放題してる。
乗っ取る気やな会社を。社長を殺す、社長を殺しちゃおう、これ。いけや、いくさん。恨みつらみを。社長、うわー、強い。社長、強い。腕2本で。腕2本で支え。あーあー、クミさんアタック。社長。社長も辞めたかったんだな、会社。辛かったよね、うん、途中から。コングラチュレーションじゃなくて、退社おめでとうじゃなくて。退社おめでとうじゃなくて。祝っちゃった。社長も一緒に逃げよう。そういうことね。